一世界は、スマートフォンとともに、は、冬原パトラによる日本のライトノベル。略称は、イセスマ。2013年から、小説投稿サイト、小説家になるをにて、連載開始。また、2015年から、H.J. ノベルスより、期間24巻が書籍化されている。イラストは、ウェブ版を、猫玉。書籍版を、うさぎ塚英二が担当している。 2020年11月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は220万部を突破している。月刊コンプエースにて、外による漫画版が2017年1月号から連載されている。2017年7月から9月までテレビアニメが放送された。ブルンヒルド広告候補ヒロイン狩りの婚約者となっていたユミナは、東野に好意を寄せていた、エルゼ。 リンゼ、八十に一緒に、お嫁さんになることを持ちかける。バビロンの遺産、庭園を発見後、リンゼ、エルゼ、ヤイが、東ヤに告白して受け入れられたことで四人が、婚約者となった。その後、五千年前のバビロン博士の未来史により、東ヤの嫁が九人であることが判明し、嫁会議では婚約者を九人とすることが、規定路線となり、九人目の桜まで婚約者が、増えていった。 当夜は18歳になったら、結婚すると約束するが、邪神への対策をしている最中にこの世界の1年が16ヶ月で、地球の時間では18歳になっていることが判明する。しかし安心して結婚できる状況ではなかったため、邪神を討伐した後に結婚した。当夜たちの間には、順位は存在しないが、公的な序列は、弓永第一王妃、ルーシアが第二王妃、 ヒルデガルドが、第三王妃、以下、スーシー、リーン、桜、リンゼ、エルゼ、ヤイである。彼女たちの間では、婚約した順に、ユミナ、リンゼ、エルゼ、八重、ルーシア、スーシー、ヒルデガルド、リーン、桜となっている。結婚後の名前は、餅月及びブリュンヒルドとなり、どちらを名乗ってもいい模様。召喚獣と神様アズバビロン 空中要塞バビロンの管理端末として、バビロン博士の作り出した魔法生命体と機械の融合体。博士の人格がベースになっており、東野曰くまともなのがいない。マスター登録の条件として、全属性持ちであること。シスターズの提示する試練を乗り越えること。高校粘膜からの DNA 採取である。広告関係者騎士団浄化待ち未来から来た。 子供たち未来のブルンヒルドで時元神が発生。巻き込まれた東野や縁での子供たちが時へのナビにより、現世に来る。東野の子供たちは無属性魔法が使える。年齢は、天維持のもの。ベルハスト王国王と、リフレットの町ミスミド王国新国、イーシェンリーフリース皇国、レグルス帝国、ラミッシュ教国リーニエ、王国レスティアキ州王国ロードメア連邦大受会。 フェルゼン王国魔王国、ゼノアスパルーフ王国イグレット王国、サンドラ王国プリムラ王国、トリハラン神帝国、パナシェス王国魔王国アイゼンワルドストレイン、王国表世界、東方大陸もともと東野たちが活躍していた世界。世界の変革後に、裏世界の東側に並ぶ形で融合し、東方大陸と呼ばれる。裏世界、西方大陸年前のアレリアスレウスが、 残した門を東野が発動させた先にあった別世界。東野たちの世界の地図を左右反対にした地形をしており、東野は裏世界と呼んだ。通常の方法では行き来できなかったが、世界の変革後に表世界の西側に並ぶ形で融合し、西方大陸と呼ばれる。冬原パトラ、うず英エイジ、一世界はスマートフォンと共に、ホビージャパン、 H.J. ノベルズ期間24巻外冬原パトラウズ英二、異一世界はスマートフォンとともに角川角川書店角川コミックスエース期間10巻2017年3月テレビアニメ化が発表され2017年7月より9月まで ATX BS11 東京 MX にて放送された岡田敏夫は本作品をぬるくて 全くストレスがなく、いくらでも見ることができるが、頭にとっての栄養バランスが悪く、ジャンキーであると評した。第3話で東野が魔力を吸収する水晶の魔物と、相対した際、抑え込む方法をひらめいた時のセリフ、まるで将棋棚は、話題になった。このセリフは、アニメオリジナルのもので同話の前半で将棋を指す、シーンはあるが脈絡があまりないと指摘された。本作は、 ストーリー展開について、主人公に好都合なことが多いとの指摘が少なくなく、そういった場面で、まるで将棋棚と使われるようになった。また、2018年1月開催の本作のイベント名に、まるでライブ棚との文言が存在する。ありがとうございます。